どうも、マサイです。お願いします。さあ、今回はね、2024年、J1 リーグ、全選手の推定年俸を調べまして、高い順にランキングしてみました。さあ、毎年毎年、気になるね、年俸ですが、ここ近年は、イニエスタがいたので、ダントツの1位でしたが、さあ、去年日本をね、イニエスタが去ったということで、誰が1位になるのか、見ていきたいなと思います。ただ、あくまでも推定なので、そこはしからずということでお願いします。サッカーダイジェストさんで、調べさせてもらいました。さあ、ということで、1億円以上を見ていきたいなと思います。1億円以上もらってるのは33人いました。ということで、33人、上位6位まで一気に見ていきましょう。こうなっております。どうぞ。さあ、見ていただいております。やはりね、外国人選手が多いなという感じです。日本人では、家永選手1億2000万円、柴崎岳選手1億2000万円、宇佐美選手1億2500万円、酒井宏樹選手1億2500万、西川選手1億3000万、長友選手1億4000万、香川選手1億4000万円、そして山口蛍選手が1億5000万円となっております。それ以外は、すべてね、外国人選手となってます。さあ、今挙げたね、1億円以上、もらっている日本人選手なんですが、皆さん、日本代表経験ありということになっております。そして、西川選手以外は海外でプレー経験ありというね、選手たちになっております。そして、J1 昇格しました町田ゼルビアからも、力選手1億7500万円で、ランキングに入っております。さあ、それでは、5位から1位まで一気に見ていきましょう。こうなりました。どうぞ。ヴィッセル、マリノス、グランパス、ヴィッセルと、ヴィッセルの選手が3人入ってきました。しかもすべて日本人選手となっております。5位、酒井豪徳選手、1億8000万円。そして、4位が、武藤選手で1億9000万円となってます。さあ、イニエスタがね、いない今でもさすがヴィッセルということで、5位、4位に入っております。そして、3位が、アンデルソン・ロペス選手、横浜 F ・マリノス、2億超えですね、2億1000万円。そして、名古屋グランパスのユンカー選手が、2億4500万円で2位となりました。そして、第1位は、年俸も半端なかった大迫勇也選手、3億8000万円と、ダントツの1位となっております。去年はね、MVP、そして得点も取ってますから、半端ない、給料でした。ちなみになんですが、去年のランキングを見てみましょう。こうなっております。どうぞ。1億円以上がね、29人と、今年よりはちょっと減ってましたが、1位がイニエスタで20億円でダントツでした。そして、大迫選手が去年は2位で、今年は1位に、イニエスタがいなくなったので、今年は1位となりました。そして、今年4位の武藤選手は去年3位。そして、去年ね、9位の、酒井豪徳選手が今年5位と、なりました。さあ、見ていただきました、2024J1 リーグ、推定年俸ランキングでした。たくさん給料をもらっていてほしいです。夢のあるね、職業となってほしいですね。さあ、今回は以上となります。まあ、言うても推定ですから、参考程度にというところですね。さあ、開幕も近づいてきましたので、いろんな雑学を上げていきたいなと思います。またその時は、ご視聴よろしくお願いします。それでは、また。